指揮官様、お初にお目にかかります、ドンファン所属のファージャです。二人っきりですし、担当直入にお伺いしますが、ご本、こちらには、その、ワクワクするような、楽しい行事があったりします指揮官様、もうお仕事ですか ちょっとだけサボったりしてみませんそういえばユニオンのパーティーに手を挙げて「参加したーい!」と言った時みんなからすごく不思議がられたのですけど変なことでもありましたのでしょうか指揮官様は 普段自分へのねぎらいに何をするのでしょうか高精な料理でもったいらげたりですかそれとも夜遅くまで遊びほうけてみたり私はい,いえ参考にしたく見知らぬ方に声を聞き入れてもらうには礼儀よく振る舞うことが大事です礼儀よく接しても 話を聞き入れてくださらないという方が相手でしたら、より直接的なやり方をするまでです。麻婆豆腐豆腐の調理法は何百何千もありますから、別に辛いのにこだわらなくても大丈夫ですよ。それに辛いのは私、苦手なので。 大丈夫ですよ。今は楽にしていても誰にもバレませんからつまりこれからは正当防衛をしても大丈夫ということですね任務の中でも楽しいことはあると聞いたことがありますよ。 指揮官様さえ良ければ、今度私もご一緒しても任務完了です。つまり、しばらく休んでも大丈夫、ということですね。新しいお手紙ですね。そういえば、指揮官様は普段、 いろいろな行事に招待されたりしていますね。よければ私も、ご一緒しても。ん指揮官様は先ほどまでどちらにもしかして私に内緒で何か楽しいことを。<laughs> 冗談ですよ。 何を言われようと日々を生きていくんですよね適当にしましょうか断りもなく輪に入ろうとしたらたとえ礼儀よく挨拶しても距離を取られちゃいますね幸運なことにここにちょうど紹介してくださる方が指揮官様一肌脱いでいただけないでしょうか 委託組の仲間たちが戻ってきましたね。ねぎらいに参りましょうか。指揮官様のお気遣い、慎んでお返しする所存です。思う存分叩きのめす、ということですよね。<laughs> ファージャの孔の字は、一位、という意味ですよ。 この屈辱はいつか必ず倍にしてお返しします話を聞かないなら実力講師ですうっちょっと油断しました